間に箱舟から逃げちゃうなんて。でもまあいいわ、こうして遊びに来てくれたんだし。で、店長ティータもわざわざ遊びに来てくれたのね。アイスクリームはごちそうできないけど、ゆっくりとしていくといいわ。それからやっと姿を見せてくれたわね。会いたかったわ、ヨシュア。まさかこんなところで君と再会するとは思わなかったよ。大きくなったね、レン。当然よ、レンはもう11歳なんだもの。ヨシュアもしばらく見ないうちにすごくハンサムさんになったのね。冷たい瞳をしていないのはちょっと変な感じがするけど、でも今のヨシアも悪くないわ。そうか、ありがとう。まったくもう相変わらず混ぜてるんだから。あのね、レン、私たち結社の計画を阻止するためにここに来たのよ。そうみたいね。レンも退屈なのは嫌だし、付き合ってあげてもいいわよ。楽しませてちょうだいね、レン。悪いけど私はレンと争うつもりはないわ。それよりも話をしに来たの。お話？おとぎ話でも話してくれるの？うん、結社の仲間になるって話。せっかく誘ってくれたんだけど、改めて断らせてもらおうと思って。ま、ヨシュアと再会できたし仕方がないかもしれないわね。でも考え直した方がいいわよ。エステルたちが頑張ったって見くらう蛇は止められない。それはユキアが一番よく分かっているはずよね。それは、それに結社に入ればエステルはもっと強くなれるわ。
そうすればレイと同じ執行者になれるのよ。素敵だと思わない？強くなれるっていうのは心惹かれないでもないんだけど、でもそれは本物の強さじゃないと思う。少なくとも私にとってはね。私は確かに強くなりたい。お母さんみたいに大切な人を守れるくらいに、ヨシアを心配させないよう自分自身を守れるくらいに。エステル。でも結社に入ったりしたら、私は私じゃなくなっちゃう。本当の自分として強くなれなくなる。それじゃ意味がないと思うんだ。わからない。エステルの言ってることはケンにはちっともわからないわ。本当の自分って何？それってどういうものなの？私はレンのことが好きだよ。混ぜてていたずら好きで、意外と思いやりもあって、いろいろと騙されちゃったけど、あんたのことは憎めないのよね。言ってる。でもだからこそ私はレンに結社にいてほしくない。大人になって自分自身の意思で選ぶのならともかく、子供のあんたがそんな場所にいること自体間違ってると思う。このまま大人になったら取り返しがつかなくなるから。だから。気が変わったわ。え？なかなかの反応速度だったわ。君こそ大したものだ。どうやら殲滅天使の異名は伊達じゃなさそうだね。そう、レンは強いわ。闇に紛れて動くしかない。漆黒の牙よりずっとね。ちょっとレン、いきなり何をするのよ。気が変わったの。レンの仲間にならないんだったら、エステルなんか死ねばいいわ。ヨシアも他の人たちも全員ね。死ねばいいなんて物騒なこと言うんじゃないわよ。もう頭きた。お尻100叩きにしてやるんだから。エステル、落ち着いて。彼女を甘く見たら。ヨシアは黙ってて。子供のしつけと同じよ。甘いわね。エステルのそういうところ割と好きだったけれど、今は大嫌い。ナンバー15、殲滅天使レン。これより敵集団の殲滅に入るわ。逃げられないんだから。はっ、どうぞ。やった。
我が右手にありし星の盾、天より授かりし輝きをもって我らが盾となる。こんなことばかりして本当にレイは楽しいわけ？もちろんよ。レイはね、人が苦しむ姿を眺めるのがとっても好きなの。ぽっかりと開いた胸の穴が埋まっていく気がするから。レイはね、人が痛がる声を聞くのがとっても好きなの。夜ぐっすり眠れるから。そうか。ヨシアは黙ってて。ねえエステル、レンには小さな頃偽物のパパとママがいたわ。え？偽物のパパとママ、二人とも大好きだったけど、お仕事とかで失敗しちゃってね。レンのこと、悪い大人たちに引き渡しちゃったのよ。必ず迎えに行くからねって、泣きながら何度も繰り返してね。それって…その人たちに引き取られた後、レンは、いろいろなことをやらされた。大抵のことはすぐに慣れたけど、痛くされるのだけは慣れなかった。同じくらいの子たちもいたけど、すぐに具合を悪くしちゃって、いなくなっちゃうことが多かった。そんな生活が半年くらい続いたわ。レンちゃん。結局ね、パパとママは偽物だったのよ。本物なら、レンが痛がっていたら、すぐに迎えに来てくれるはずだもの。そうでしょ？エステル。でもいいの。代わりに、ヨジアとレイベがレンを迎えに来てくれたから。悪い大人を皆殺しにしてね。結社はたまに下劣な犯罪組織を潰すことがある。もちろん正義のためじゃなく、自らの秩序に組み込むためにね。そんな任務の一つだったんだ。そうだったんだ。結社に引き取られてから、レンはいろいろなことを学んだわ。
ヨシアからは怨行術を、レーベからは武術を教わった。他の人たちもそれぞれ得意とする分野を教えてくれた。そして十三工房では人形とお友達になる方法を教わって、そこでレンはパトル・マケルに出会った。あの時の人形かい？なんて大きさ。ゴルディアス級戦略人形、パテルマテル。子供のリンが結社にいること自体間違ってる。このまま大人になったら取り返しがつかなくなる。そんなの嘘。結社に引き取られてからレンは本物のパパとママに会えた。この世で一番幸せな女の子になれた。レン、それを否定するならエステルはレンの敵よ。パパとママに潰されて苦しみながら死ねばいい。
やっ！せい！なんて硬さや。パワーも装甲もトロイメライ以上だなんて。しぶといわね。いいわ、もう飽きちゃった。パテルマテル、出力全開でエステルたちを。塔が解放されたのか。つまらないわ。もう少し持ってくれたらまとめて皆殺しにできたのに。ちょっとレイはグロリアスに戻るわ。ベータが役目を果たしたら戻ってくるよう教授に言われたの。教授が？ベータが役目を果たした。塔が元通りになるのも計画の一部だったというのか。さあ、レンも詳しくは知らないわ。ただここを包んでいた結界は輪の手だって聞いたけど。輝く輪の手？どういう意味なのかしらね。それじゃあまたね。今度会った時はまとめて殺してあげるから。